どうも、もぎろんです。今回なんですけども、今回ね、愛知県最強の市場にやってきました。そしてやっぱりね、梅雨の時期ってことで、今現在もめちゃめちゃ雨が降ってるんですが、お魚自体は結構魚がたくさんあると思うので、今回は雨が降る中、最高の市場巡りを共有できたら嬉しいです。そして僕の動画では、毎週魚市場の最新情報を日本一わかりやすく配信してますので、全国いろんな市場の最新情報をいち早く知りたいよって方いましたら、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それでは今回も一番早速行ってきましょう。お姉さん、これめっちゃ珍しいね、色が。色が抜けてんだ。ねえ、これなかなか見んすもんね。あれだけ気をつけて。ああ、毒をね、はいはい。お姉さん、雨だけどねえ、ちょっとなんか台風並みじゃないですか。緊張するんで、雨でも関係なく、うん、いやもう本当にね、雨だと濡れるもんで嫌だよね、商品が。雨も凍るじゃないですか、珍しい。はい、いらっしゃいませ。やっぱ雨の日は掘り出し物はあるな。はい、今日はヒラメ回るよ。あらっしゃい、いらっしゃい。今日はめちゃめちゃいい魚買いましたよ、いきなり。何を買ったんですか？あの、オニオコゼのアルビノ個体で、金色のやつ。そう、金色の個体がおって。ありがとうございました。普段山田めちゃめちゃいい方だ。
食べるもんにはいいですもんね。すごい、うわ、でかっでかっ、マジ、なにこれ、すごい、しかも鮮度抜群じゃないですか。そうだよ、すごいですね、これ、もう一匹、もうちょっと小さいのがあって、5000円。お姉さん、これめっちゃ可愛いカニが入ってるけど。あ、プレゼント。すげえ、めっちゃ可愛いやん、これやば。もうこれからずっと雨ふずっと降るつもん、今日多分一日。ただいま、ね、今回は台風並みの天気の中、たくさんの方お声掛けふにあらす。そして今回はね、僕自身ちょっと今テンションがめちゃめちゃ上がってるんですが、ずっと市場で探し求めてた魚、金色のオニオコゼを購入してきました。オニオコゼはね、基本的に黒色なんですが、めちゃめちゃ超稀に金色の個体が出てくるので、いつか姿作りやってみたいなってずっと思ってたんですが、ようやく手にすることができました。いや、これは正直めちゃめちゃ嬉しいです。もちろんオニオコゼは背びれに毒があるので絶対に絶対に刺されないんですが、今回も優雅に姿作りやっていきたいと思います。あと今回はね、結構レアなお魚ベニアコウが販売してました。いや、やっぱりね、今日はめちゃめちゃ天気が大荒れだったんですが、完全に来てみる価値がありました。なのでね、ぜひ皆さんもレアな珍しい魚買いたい方は、雨の日の大荒れの天気の中来てみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、いつも僕の動画を見てくれて本当にありがとうございます。これからも僕の動画では毎週魚市場の最新情報を日本一わかりやすく配信していますので、全国いろんな市場の最新情報をいち早く知りたいよって方いましたら、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな、しー。